ですけど、3桁って分かったでしょ、はい、1桁の番号って時々見るんですけど、はい、豊川は3桁になっています。甲子園の船は、4桁が多い地方隊とか練習艦隊、あ、そういうやつ、はい、あと、ください。
方はくれる。はい、そうですね。じゃあ わざわざくれたら。はい。ですね、去年ちょうど1年ぐらい前にくれて、はい、あ、そうなんですね。船乗って見学させていただきました。全然変わんないですよね。まあでもこういう教官の中に入るのも見事です。あ、そうなんですか。うん。さすがにプロでも酔う。でも1回しか行ってないんで、うん、はい、2回目だったら分かんないですけど、それは多分ちょっと揺れが結構きついなと思って。揺れって当たり前だよね。ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。
ですから。左手側からお進みください。左手側からお進みください。説明の方ただの大型で大丈夫なんですか？特殊とかじゃなくて。そうですね、これは確か特殊はいらなかったですね。あ、そう。これ普段乗ってるんですか？自分はまあドライバーしたことないんですけど、まあ、実際訓練とかでは使用してます、ね、乗り心地は良くないですね。そんなに悪くもない。あ、そんなに悪くもない。意外と座席がしっかりしてるんで、ね、あ、そうなんですか、はい、そう、やっぱかっこいいよね。オーストラリア製の車両。あ、オーストラリア。はい。あ、ぜひこういうの日本でも作ってもらいたいですね。そうですね。まあ予算があれば。ね。じゃあ、まあ、ちょっとでかすぎると逆に不評かもしれない。まあ、じゃあ頑張ってください。はい、ありがとうございます。こちらの車両は日本に8台しかないので激レアです。ゆっくり見ていってください。当然なんか特殊な方向みたいなのがついてる。そうですね、はい、まあ、普通の鉄ってわけにはないよな。まあこの素材とかについて多分自分たちはあんま知らないですけど、うん、はい、
輪走行車。これで10人も乗れるんですか。これ前2人乗れて後ろ8人乗るような形で、タピオカドライバー合わせて10名ですか。これは日本なの。これ日本です。こっちはオーストラリアで、あの宇都宮から来たよ。宇都宮。ご苦労様です。しょっちゅうあれですか、このあの輸送艦とかには乗せるんですか。これ輸送艦とかにあんま自分は初めて乗せたんですが、今回あの展示のために乗せるような形なので、普段そういうの訓練あったんですが、まあ分からないけど、まあ、なかなかないですよ。宇都宮にはこれがいっぱいいるんですか。これがそんなにたくさんはないですね。この車比較的あれです、あれ全国の自衛隊の駐屯地、陸上自衛隊の駐屯地だと比較的ある車ですね。ああ、なるほどね。こっちはすごい珍しいです、ね。うん、こっちはもう、こっちはどこにいるのか。こっちも宇都宮。宇都宮の本当に大事じゃないですか。まあ、珍しい国だったな。ありがとうございます。じゃあ、頑張ってください。走ってるの見たかったら、東、あ、ええ、富士地区行っても結構走ってます。ぜひ今度行かせていただきます。はい、ありがとうございます。これも宇都宮です。はい、宇都宮です。じゃあ今日みんな宇都宮は こっちで、うん、これは埼玉市の大宮。お、大宮。はい。ああ、わざわざご苦労様です。はい、これどこでここに積んだんですか。ですね、横須賀。横須賀で積んできた。はい。さすがに下の、うん、九州から来た部隊は、呉から。ああ。じゃあこうあれ横須賀までは普通に一般道と高速これで走ってきたんですか。そうです。まあ普通タイヤだから全然走れますよね。はい、ちなみにこれ最高速ってどれぐらい出るんですか。最高は95キロまで。あ、でも そんなに出るんですか。はい、これ化学なんとかって書いてあったから、やっぱりなんていうの、外気は入らない。あ、そうですね、復、うん、されてます、ね。うん、実際になんかそういう場面で出動とかしたことあるんですか。これの一つ前の方の化学防護車っていうのは、ね、東日本で実際に、はい、まあそういう場面にね、あんまり出くわさない方がいいんですけどね。まあ、いざという時のためにぜひ頑張ってください。ありがとうございます。
悪そうだね。するところはこういうザラザラになってるんですかね。そうですね。きっとそうですよ、ね。あの水も。
ラーがしっかりグリップするようにそうですね、あとここに羽根頑張ってください。
もう少々お願いします。レストランしていただきます。もう少々。中ほどまでお進みください。ありがとうございます。はい。人数数え券ですか。あの出入り口の方で計測はしています。ありがとうございました。